さんどうぞよろしくお願いします <laughs> ではご準備をよろしければカウントダウンしますね、okay? はいよろしくお願いします、はい、ではカウントダウンですどうぞ皆様こんにちはえフェルマータのリアと申しますどうぞよろしくお願いいたしますえヘルスケアウェルネス今回のテーマになっているんですけれどもこれらの課題を解決するためにまず1 name the issue 課題であるということを認識すること 2、Two, Investigate the issue 課題の原因が何なのかを追求すること。そして、3、right、tools 適切なツールへのアクセスを提供すること。この3つが必要だと考えています。しかし、従来の医療ヘルケアシステムであったり、テクノロジーであったり、あとは社会的、文化的な背景によって、まだ解決できていない課題、もしくはこの1の、Name the issue 課題ととしてて認識されることのできていなフいェル,ルマータはこの潜在するこの健康課題を可視化しフェムテックを中心にヘルスケアの可能性を広げる会社です主な事業領域としては商品やサービスの開発のコンサルテーションあとは医療機器化粧品医薬部外品のライセンス事業そして物販を通してこのミッションを達成しようとしています フェムテックですが、生物学的女性が抱える健康課題をあらゆる技術の力を使って解決し、これまで着手されてきていなかったヘルスケアの課題を解決し、ウェルネス工場を支援する商品やサービスのことを指します。例えば、生理痛、毎月痛みを感じるという当たり前、我慢をする。 もしくは鎮痛薬を飲むという当たり前しかし鎮痛薬が飲めないもしくは飲みたくない方飲んでいるとしても薬が効くまでの期間痛さがつらくて不調を感じている方はたくさんいますこういう方にとって今の当たり前である鎮痛薬をまあ市販薬を飲むことあとは我慢するということだけでは解決できていない課題を持っている人たちがいます こういう当たり前の問いから生まれた商品が例えばこういうフェムテックケアデバイスです。電子パルツを使って瞬時にこの生理痛みを和らげるようなデバイスなんですけれどもこちらはアメリカやオーストラリアイスラエルをメインに実際に市場に出ている使われているようなものであります。このような商品がもっと多く開発され改善されそして普及される世界。 それを目指す中で障壁になる,というなるようなあのものは何なのでしょうかこのタブーのサイクルがあるからとフェルマートとしては感じておりますまずユーザー自身が自分のタブーに気づいていない自分の課題に気づいていない気づいていたとしても声に出せていない声に出せたとしてもその研究をするインベスティゲーションをする研究機関やものを開発する企業にその声が届いていない で、商品が開発されないと投資もされず市場がなかなか活性化していかないまたそのニーズだったりこの需要と供給の、えー、が可視化できていないため政策や法律の改革もなかなか進まないこのようなサイクルが女性の健康課題に関しては日本だけではなく世界中で起きているっていうのが現状ですそこに対してフェルマートとしては 次のような活動を通ししててアプローチしています2019年の創業当時から実店舗とオンラインストアを通してあとはあのイベントの主催などを通してユーザーのエデュケーションというのを向上してきました実際に今の課題感だったりある選択肢ツールで足りているのかなという疑問を持つための場を提供していますあとは今まで企業の支援という意味で 実際に日本やアジアで商品を販売するための輸入のサポートであったり医療機器としてちゃんと効能・効果を訴えるために新しい前例のない医療機器の一般的名称の新設を働きかけワーキンググループなども行いながら厚生労働省とフェムテックの理解を深めようとするような活動もしています。 しかし私たちが今見ているこの市場フェムテックの商品だったり課題っていうのはまだ氷山の一角です。これからのチャレンジとしてはこの潜在なニーズを解き明かしそれがえーを解決するための商品の開発であったり普及のところをチャレンジしていかなければいけないと思っております。 私たちのチームは公衆衛生の博士号を持っている CEO を率いるマーケティングや薬事の専門家が集まったチームです。私たちがと共に新しい商品の開発を一緒にしませんかそして今日興味を持ってくださった FEMTEC のことをもっと知りたいと思ったお客様、2024年2月に開催される FEMTEC フ,フェスにぜひご参加ください。ありがとうございます。